系の赤ウソだったらまだいけますか。はい、大丈夫です。はい、すいません、はい、お願いします。どうぞ質問なさってください。はい、今回島谷さんの応援に、駆けつけていただいて参加されているということなんですが、先ほど20年来のお友達だとおっしゃっていましたが、はい、どんな、いつ頃からどういうお付き合いで応援されていらっしゃるんですか。はい、まずですね、私はずっと琵琶湖の研究をして河川政策をやってまいりました。で、特に人々が川からどんどん離れてしまった近代化の中 で河川政策というのは、明治時代は治水水害対策、昭和になって利水水を使う大都市のために、治水と利水の河川政策、その結果琵琶湖もダム化されたんですね。そういう中で私は人が川に近づいて人と近い川を取り戻そうと、そこには生き物も再生してほしい、生態系の再生と人と川の近い川を取り戻そうということで、ずっと研究と運動してきたんです。1990年代の初頭、ちょうど今から20年前、同じことを島谷さんたち若い国土交通省の職員さんが考えていて、その頃から一緒に河川法の法律を変えようと運動してきたんです。もう20年前から。で、島谷さんは国交省の職員です。中から、私たちは外からということで、平成9年にですね、河川法が改正されて、川は治水利水だけではなくて環境保全、それから住民参加という新しい仕組みを作り出したんです。それが平成9年です。今からもう20年近く前ですね。で、その後島谷さんたちと一緒に人と川が近い運動ということで、いろいろな全国のシンポジウムやったり、それから本を書いたり、私が編集している世界水フォーラムの時の本、これ2003年ですけど、島谷さんに自然再生の話を書いてもらい、そしてまた里川川づくりというのも島谷さんに書いてもらい、みんなの川づくり、今まで3冊本を一緒に作ってましたということで、本当につながりが思想的にも実践的にもつながりが深かったんです。で、私は2006年に研究者でありながらよそ者女で滋賀県知事に立候補しました。女学者何ができるんだよそ者にと言われたんですけど、完全に手作り県民選挙で、自公民現職200団体推薦の現職に手作り選挙やりました。まさに県民全員が参加、選挙は戦いではない参加のプロセスだということで、結果的には3ヶ月間ずっと草の根の運動をして、私が現職を破らせていただいたんです。それが2006年です。その時に2つのことを発見しました。1つは、政党がある、あるいは団体のある選挙は、いわば軍艦のような選挙です。大きな図体で、でも軍艦は石油がないと動かない。私たちは手漕ぎ船です。一人ずつがボランティアで、それはみんなが共感を持ってその気になったら動いてくれる、軍艦対手漕ぎ船の選挙を2006年、多分全国の知事選挙で初めて滋賀県でやらせていただきました。で、それを島谷さん見てらしたんですね。で、8年経って今、実は去年のもう夏ぐらいに佐賀が心配だと、原発の問題、その当時までオスプレイ今みたいになってなかったです。だってオスプレイは古川さんが知事から、古川知事が国交衆議院議員にくら替えした時に突然出てきたんです、佐賀空港にオスプレイというのは。本当にびっくりですけれどもね、国と取引をして県民の命を危険にさらしながら自分は国会議員に出るって、もう同じ元知事としてもとっても辛いですね。そういうこともあり、去年の夏ぐらいから島谷さんが知事に出たいということで相談を受けておりました。で、草の根選挙どうするかということで、突然この12月に衆議院に古川知事が、前知事がくら替えしたので、本当は4月の予定の知事選挙だったのが今になってしまったんです。で、その時に政策はどうするって言ったら、やっぱり大事なのは原発だと。今再稼働、九州電力は仙台原発の再稼働を決めました。これは
立地地元である鹿児島県の知事とそれから地元の市、知事と市だけで決めたんですね。でも本当は30キロ圏内の他の市もちゃんと被害地元として声を上げなければいけないと思っております。私は滋賀県知事として実は若狭の原発から一番近いところたった13キロなんです。それでも立地地元ではない被害地元だったので、というか被害地元という言葉を私が作りました。地元地元っていうけど被害を受けて物の言えない場所があるでしょう、それが滋賀県ですということで被害地元という言葉を作りました。 3.11 以降それで滋賀県は独自に放射性物質の拡散シミュレーションをして、万一福島並みの事故が起きたら琵琶湖が全体汚染される、そうすると京都大阪神戸まで1450万人の命の水源があっという間に汚されるということで本当に知事として心配しました。滋賀県はもう何十年もそれこそ石鹸運動の時代から40年環境を保全するためにやってきたんですけれども、原発の事故があるとあっという間です。それで悔しかったのは全く声が上げられなかったんです。立地地元ではないので福井の知事がまた大井の3、4号機も再稼働全部決めました。それなので今回私は2期8年で引退するときに三日月さんという卒原発の政策を継承する人を推薦をして、去年の7月に三日月さんが知事になり、で私はその後知事を離れましたので全国で活動できるというので今回もこうして防波堤ですね、再稼働の防波堤で大変大事な限界の問題を島谷さんが本気でやるということなので、今日で12日目です。17日の選挙のうち12日応援に上がっております。年末年始はすべてこちらで、そうですそうです、ということで本当にこの立地地元の知事で原発代わりに再生可能エネルギーを、で最初に申し上げました島谷さんは自然の仕組み河川工学の専門家です。それでのここの国の河川事務所の所長もやってらっしゃるから行政手腕はぴったりなんです。それと九州大学の大学院の教授ということで研究者としての手腕もあります。行政手腕、研究者としての手腕、そして何よりも正しいことを正しいと言える勇気ですね。こんなに素晴らしい候補者はいないです。ということで12日間張り付きで応援をしています。今日は滋賀県から私の後援会の会長の小坂由紀子さんも来ております。そのようなことで本当にここは砦なんです。この限界が再稼働されたらまた次は高浜で、その後美浜か、どこがどう動くか分かりません。そして今回ですね、今年実は原発関係の3知事選挙があります。北海道高橋晴美さんは原発推進です。それから島根ですね、島根も原発推進です。ということで本当に地元として反対できるのはここだけなんですね。あと青森の大間もありますし、本当にもう全国から皆さんの原発再稼働したらどうなるの、ともかく今日本中が地震ですね。もともと日本列島地震列島ですから、琵琶湖も地震でできてるんです。40万年前に、あの琵琶湖は40万年前に大きく大地が動いて今のような深い湖になって、それまで400万年前にあの伊賀、三重県の伊賀上野からずっと大地の変動とともにできてきている構造湖といいます。ですからいつ地震が起きるかわからないと。最も最近の大きな地震は寛文年間、江戸時代の初期です。400年琵琶湖は大きな地震がありません。それは若さも一緒です。そろそろ溜まっている、その大きな地震が起きたら若さの原発どうなるんでしょうか、大変心配です。同じようなことが限界もそうです。限界もリアス式海岸で地震地帯ですね。日本中全体が地震地帯ですから、ぜひ全国の皆さんにこの
玄海原発を抱える佐賀の知事選挙、島谷さんへの応援を広げていただきたいんです。あさって投票日です。あと1日半しかありません。ぜひとも全国から、今日も島谷さん言ってました、本当に全国から、東京から応援があるとか、あるいは関西から応援があるとか、いっぱいなんとなくうごめいている。これが草の根型の地下水脈です。うごめいて、これが手作り型の手漕ぎ型選挙なんです。手漕ぎ船選挙なんです。で、最後は投票所にある鉛筆、鉛筆一本の勇気で、しがらみがいっぱいあると思います。政党団体、しがらみがあっても鉛筆一本の勇気でということで、今日このチラシを全校に配布させていただきました。今日このチラシ、実は島谷さんの名前をもう出せないんですね。それで母屋知事に加田由紀子が聞くということで、このチラシを全国配布17万枚させていただきました。そこのところに島谷さんの実績ですね、バルーン駅を作り、そして石井火という元締めの水路を作り、そして自然再生のあざめの瀬を作りということで実績を書かせていただいて、最後に鉛筆一本の勇気と、しがらみのある政党や団体、いろんなこと言われるかもしれません、でも民主主義の原点は鉛筆一本の勇気、投票所で鉛筆に皆さんの思いを込めてくださいと、鉛筆一本の勇気を最後にここで訴えさせていただきました。これが私たちの草の根型、手漕ぎ型選、手漕ぎ船型選挙で、そして皆さんのいわば良識を、願いを鉛筆に込めていただいて、鉛筆持ったら島谷、鉛筆持ったら島谷と訴えさせていただいております。ぜひ佐賀に知り合いがおられましたら、鉛筆持ったら島谷と子どもさんが繰り返し言っていただけるような、そういう選挙に最後までやらせていただきたいと思います。本当に全国からの応援をお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。もう一つ、島谷さんの選挙と少しずれてしまうかもしれないんですが、今今後 の、 北海道の知事選の話ですとか、はい、されたと思うんですけれども、私あと来年もう一度参院選があって、はい、野党再編の動きがどうなるのかっていうのをすごく興味を持ってるんですね。で、先日オール沖縄の様子を取材してきまして、本当は日本でも超党派で何か動きを作ってほしいという思いがあるんですけど、今後その原発に対して声を上げてくれる市民派の政治家たちをどうやって作っていけばいいのか、グループにしてもいいのか、滋賀県の、はい、それはまずですね、去年の7月滋賀県の知事選挙で、私が、知事2期8年で引退するという時に、三日月知事はもともと民主党の衆議院議員でしたけど、民主党も離党して、チーム滋賀というまさに無党派の県民政策団体を私作りました。それで無党派で一強多弱ではなくて一強多強ということで、去年の7月の知事選挙はまさに無党派知事を誕生させたんです、滋賀県から。ですから他でもあると思います、できると思います。チーム滋賀、チーム北海道、チーム島根、そうやって原発の地元でチームを作って、政党ではない政策で、本当に原発をこれ以上ゴミを子どもたちにつけ回ししていいの、人類として、まして日本は大変な地震のリスクが高いところですから、チームそれぞれが地元で超党派でやっていただける、それにはそれぞれの地域の方が、私はよく言うんですけど、醤油を捨てて大道につくと言いますけど、醤油は捨てなくていいんです。男性女性職業いろいろあるでしょう、政党も醤油は生かして大道につく。その大道は何かと言ったら、原発は次の世代に先送りしない、原発やめよう、日本の原発をと言える、それこそ原発単一一州の、そういうグループが、政策団体ができてもいいかなとも思っております。
ありがとうございます、はい、あんまり本筋と違うことを聞いてはいけないのですが、小沢さんと山本太郎が組んだじゃないですか。以前その小沢さんと一緒にお会いしたと思うんですが、はい、未来の通りありました。今後一緒にやっていくとかそういう話っていうのはこう水面下で動いているっていうことは特に、いや、ありません。水面下はありません。はい、もう山本太郎さんと小沢さんがね、やって、それでともかくあの二人は原発いらないは共通ですから。2年前私が未来の党で卒原発訴えたのも小沢さんが原発いらないというところで一致したんですけど、ただ安倍智子さんを代表にと言った時にちょっと小沢さんがこう合意できなかったので、それであそこで分裂をしたんですけれども、原発いらないのそういう一周を山本さんと小沢さんがやってくれるのはいいと思います。それから今晩三宅洋平さんが入ります。そうですね、はい、ぜひ三宅洋平さんのところのライブも取材してもらったら、8時からライブハウスでやられるんですね。ライブハウスです、はい、場所はさっき、事務所で聞いたんですが、どうしようか、今今夜帰るつもりだったものですからちょっと考えます。ああ、そしたらツイキャス出しますのでね、はい、ツイキャスをフォローしていただいてもいいですわ。そうですよね、神戸に行って10時に出そうとしたら、明日のお弁当を作らなきゃいけない、お母さんなもんで。すいません、頑張ってね。はい、おいくつ？13と8歳です。お二人も、はい、えらい。私お弁当作るのが嫌で息子たちは私学にやりました。そうなんですか。えらい。いえいえ、もうねえ、私も本当子育て大変でしたけど、みんなに助けてもらって、今日はじゃあ二人で家で留守番してるの？はい、今日は、まあ、どうぞ握手されてください。どうぞどうぞ、活動の方に。素晴らしいから、あ、よろしく。